薬剤誘発性ループスとは、薬剤の副作用より、全身性リテマトーデスに類似した、広範性オ層ミソを呈する疾患のこと。する症例の10%以上が、薬剤誘発性であると推定されている。薬剤誘発性エリテマトーデスとも呼ばれることがある。誘発する薬剤は多数報告があるが、高圧剤のヒドララジンや、 抗不正脈薬のプロカインアミドなどが主たる原因とされる。また、抗生物質のイソニアジドやミノサイクリンも頻繁に全身性ディレイを発症させる。ヒドラナンを高容量で長期使用した患者の約5%がディル様症状を呈する。国ランレビューは雑草の治療で長期使用されるミノサイクリンにより10万処方あたり、 約53症例の割合でする様症状が誘発されると報告した。使用期間との関連性も示された。ミノサイクリン誘発性ループスは長期使用後の中断によって誘発される。他のテトラサイクリン系は8.8症例10万人年の割合で LE が認められる。中毒性表皮絵師症ほどの激しい皮膚症状は現れず、 関節炎、小膜炎、皮疹などのする様症状を呈するが、腎障害や中枢神経症状は起こさない。すると異なり男女均等に発症し、ディ d s d n a 抗体が見られることは稀である。治療としては、疑わしい薬剤の使用を中止する。ミノサイクリミウ発生ループスの症例では、中断から約4ヶ月後に、血液検査所見が陰性化した。 ヒステロイド性抗炎症薬は治癒過程を早めることができる。ありがとうございます。